おはようございます。今週は青森の函館さんでございます。このツアーまた2つしかない公共の交通機関を使った移動です。そうですね、そわそわしてますね慣れてないから今日は全国的にかなり寒いみたいで、今日からかおかしいだろ。ニュースとか見てます？見てないです。札幌マイナス4度だよ最高がね。カーツシャツ、これ世界で一番あったかいモードを敷いてますからまた今日も橋口さんは別移動してます。青森でね、キャンペーンでやってます。青森先にキャンペーン行ってます。初めて東北新幹線乗る、どめだ。あ、これまだ乗れないよ、慣れてないから。あ、反対じゃん。慣れてないんじゃないの。よく青森は行ったことあるんですか？ありますよ。誰にも負けずのプロモーションで、はい、そうだね。今日 E5 と E6 の連結のやつなんですよ。盛岡以降、赤い E6 は山形に行った。ハヤブサは入れないです。新青森から青森まで行きます。ねぶたの絵とマッチングが。その花誰からですか？すごい。あ、よろしくお願いします。この前髪ってこういう感じでした？ダサいよボビちゃんってさ、どうしたらわかんないからな。違うぞ上げちゃった方がいいかもね。ちょっと前髪の長い女の子、ここにこうやって止めてる感じね。あれいいよね。じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。居酒屋ぶり、最初にあれだけやっててまとめて泡やったら居酒屋ですよね。面白かった。青森で、また青森もう行ってないじゃないですか。野上さん何本目？福岡、佐賀、3本目。どうですか？今日1ですよ。今日めっちゃ楽しかった。ライブが小上さんが野上で動いてるのが隙間から見える椅子が。あと長尾とも中さんの声を聞けるとか楽しいんですよなと思います。これでには今日1です。それがね、欲しいです。そうですね、今日1がずっと更新されれば一番幸せなんですよね。いいものをね、作り続けるのが一回楽しいな。来年の勉強、来年やるぞ。はい。いや、ドキドキする、お酒飲む。来ただけで何が勉強って勉強で勉強にならないか。もう一度呼ぶような。ちょっと今箱持ってない。おるよ、全然おるよ。え、これの部屋で久々じゃないですか、村上さんの部屋で。いや、まだ誰です。男性のベッドに寝てる。いいのあるよ、田中さん。笑ってる、すごい笑ってる。ワッチのワンマンどうですか？僕聞きたいですよ、村上さんはワッチをどう思ってるのか。一番僕に聞きたい。あんま思わない。